皆さん、こんにちは。アイリックコーポレーションの勝本でございます。本日は当社の決算説明会を集まりいただきまして、誠にありがとうございます。それでは、早速ではございますけれども、前期2023年6月期アイリックコーポレーション連結決算説明を行わさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは資料の目次に沿ってですね、順次ご説明をさせていただきたいと思います。まず最初にですね、アイリックコーポレーションについてということになります。企業理念、並びに経営ビジョンについては皆様十分ご存知なことと認識しておりますので、こちらは割愛をさせていただきたいと思います。事業セグメントにつきましても、従来通り保険販売事業、 ソリューション事業、システム事業の3部門ということになっております。前期の主なトピックスについてご説明させていただきたいと思います。まず、株主様還元につきましてですが、前期自社株、自己株式の取得につきまして実施させていただきました。取得株式の総数50万株、取得価格の総額4億円を上限として、自社株買いを実施いたしましたが、 えー、6月30日の時点におきましては、取得した株式総数24万6300株、えー、取得価格の総額で1億8861万7800円ということになっております。また、えー、8月の14日までの期限で、えー、取得できた株式総数が約30万株ということでしたので、えー、追加で20万株の取得につきましても発表させていただいております。 配当金につきましては、前回発表通りです。都株当たり15円での配当を実施する予定となっております。また、優待につきまして、株主優待につきましては、廃止ということでさせていただいております。まあ、理由といたしましてはですね、株主の皆様に公平な利益還元という観点により、株主還元は配当金へ増配という形で切り替えさせていただいております。 はい、えー、トピックス二つ目といたしましては、毎年11月に更新されます、オリコンのランキング、えー、顧客満足度というところにおきまして、保険ショップでは史上初めて3年連続でナンバーワンという、えー、栄養をいただきました。8項目中ですね、4項目で1位、残りの4項目で2位というような結果でございました。 昨年、前期ですね、CM を新たにスタートさせております、イメージタレントといたしましては、向井治さんにお願いしておりまして、保険相談が分かりやすすぎる、また簡単すぎるというキャッチフレーズでですね、CM の方を展開させていただきました。 さらにトピックスの4番目といたしまして、女性が活躍できる会社であるということで、厚生労働大臣女性活躍推進法における、いわゆる補修を3ついただいたエルボシという中で評価をいただいております。また、東洋経済におきましても、女性部長比率ランキングということで、日本で第4位ということで、まあ、女性が活躍できる会社として評価されております。 はい、さらに新たにですね、生命保険協会が認定いたしました生命保険乗り合い代理店業務品質評価運営ですね、こちらの認定代理店ということで、全国で42代理店、今回初めて評価をいただきました。はい、続きまして、2023年6月期の事業の報告をさせていただきたいと思います。 売上高につきましてですが、60億とびとび500万円ということで、対前期比でプラス15.5%。売上総利益、50億とび1500万、対前期比でプラス15.7%。販売費及び一般管理費、48億2800万、対前期比でプラス23.3%と増加いたしました。 その結果、営業利益は1億8800万、対前期比でマイナス55.1%、経常利益で1億9500万、マイナス54.9%、親会社、親会社株主に帰属する当期純利益ですが、こちらは1600万円と、対前期比でマイナス93.7%となりました。 その結果、首都株あたりの当期純利益1.85円という結果で終わりました。はい。営業利益の増減要因でございますけれども、昨年度の営業利益である4億1800万。こちらからですね、法人や直営店の売上の増加が2億2600万。ソリューション事業における売上の増加が2億3200万。 またスマート OCR 等におけるです、ね、システム事業での売上の増加、こちらが2億2400万ございました。一方で,です、ね、直営店の人員の増員であったりとか、CM を中心とした大規模なプロモーション、さらに販売手支払い手数料などの販売費、 並びに貸し倒れ引当金などの特殊要因、そういうものがそれぞれ発生し、結果として、漁利益は1億8800万という結果になりました。はい。広告宣伝費についてご報告をさせていただきたいと思います。保健クリニックにおける広告宣伝費、マス広告、特にテレビを中心としたですね、投資を行いました。 その結果、前期と比べて広告宣伝費が約3億3000万ほど増加いたしましたその、えーはい。主に内容といたしましては、全国のテレビ CM、また YouTube の広告、デジタルサイネージ、またあの、向井理さんの等身大ポスパネルを作ったりとかです、ね、ノベルティの制作などに使わさせていただきました。 市販機ごとの業績の推移でございます。第1市販機、第2市販機は当初赤字を予想しておりましたが、こちらは黒字の展開となりました。その結果、第3市販機においては当初予定をしていなかったテレビ CM 等に新たに追加投資を実施いたしました。 結果としてです、ね、最終的に想定の集客数等が獲得できなかったこともありです、ね、想定の売上高にたどり着かなかったということもあってです、ね、ちょっと最終的には予想を下回った結果で着地ということになりました。はい、セグメント別の売売上でございますまますず保険販売事業につきましては 前期比7.1%プラスの31億5600万。直営店部門においてはプラス10.2%の25億6100万。法人営業並びに損害保険を中心とする RM 部門、リスクマネジメント部門につきましては、対前年比若干減少しておりまして、マイナス4.6%の5億9500万で着地をいたしました。 ソリューション事業、こちらは AS 部門、FC 部門、ともに非常に好調でございました。AS 部門においては10億8100万対前期でプラス18.9%。フランチャイズを担当する FC 部門におきましては7億6500万対前期でプラス16.3%。まあ、結果としてソリューション事業18億4600万のプラスの17.8%の着地となりました。 一方でシステム事業、インフォディオが運営するシステム事業でございますが、こちらは10億とびとび300万ということで、対前期で46.2%の増加ということになりました。はい、続きまして、各事業のフローとストックの比率でございます。まず保険販売事業、こちらはやはりフローが非常に多いという状況ではございます。約10、失礼いたしました。 約、えー、ストックの割合がですね、16.5%ということで、えーまあ、全体としてはフローがかなり多めの比率というふうになっております。えー、同じく法人 RM 部門においてもですね、ストックの比率は16.9%。こちらはまあ保険事業ですので、まあ、継続手数料というものがストックというふうに充、えー、当されております。 ついてソリューション事業でございます。こちらはですね、特に AS 部門においては非常にこうストックの比率が高いということ、この特徴はずっと継続されております。全体で約70.9%がストック比率ということになっております。また FC 部門においてもですね、ストックの比率はまあー現在40.3%と、まあ、比較的高い水準を維持しております。 はい、システム事業に関しましては、SASS 事業等でのです、ね、ストック部門もかなりやはり増えてきておりまして、今 64.、64.9%のストック部門というふうになっております。この結果、ですね売上高全体におきましては、ストック部門が約37.4%と、前年に比べても増加傾向というふうになっております。はい、えー では、保険販売事業についてご説明をしていきたいと思います。まず、直営部門においては10.2%の増加であったということです。いやあの今年から CM でえ向井治さんをイメージキャラクターということで、大規模なプロモーションも実施しております。また、オリコンの顧客満足度ですね、こちらも3年連続1位ということで、そちらを全面にえ押し出した広告、こちらを行っております。 また、ウェブからの電話、オンライン相談への流入がかなり増加しております。まあ、その結果、予約数は、えー、大幅に増加したと言えるかと思っております。はい、一方で、えー、既存店におけるです、ね、直接来店件数というのが、残念ながら、えー、現在伸び悩んでおりまして、えー、結果、売上高全体としては、えー、前年を上回ったんですが、当初予想には、えー、届くことが届,届きませんでした。はい 直営店舗数に関しましては、4店舗増加して、62店舗ということになりました。法人部門に関しましては、かなりあの、前年がかなり、前々年がかなり大型の契約もあった関係でですね、前期もちょっとマイナスになるかなというふうに思ってたんですが、前期も引き続きちょっと大型契約等の獲得がございました。その結果、対前期比でマイナス4.6%ということになりました。 はい。直営店舗数ですけれども、先ほどもご説明したという62店舗ということで、新たにこの4店舗が追加されております。はい。集客数でございます。ちょっとあの、クォーターごとで集客数出したので、少しあの、グラフとして見づらくて申し訳ございません。えー、まあ、あの、やはりテレビ CM 等でですね、 あの、一気な、一気にこうテレビ CM が売ったから、うん、すぐに集客数につながったかというと、決してそうではございませんでしたが、えー、確実に、えー、成果が見られたのではないかなというふうに考えております。 はい。え一、ー、世帯あたりの制約単価ですね。はい。こちらは、あの、老後資金のやはり貯蓄に関する関心度。こちらは非常に相変わらず高いということが言えるかと思います。えー、その中でやはり、あの、外貨を中心としたですね、えー、アメリカの金利上昇を受けたですね、商品。えー、こちらが非常に、まあ、えー、販売が好調だったというふうに言えるかと思っております。はい。え制、ー、約率でございますけれども、こちら最終57%と。 いうことで、えーまあ、6月期がです、ねまあ、非常に、まあえー、集客がちょっと伸びたということもあったので、まあ、一時的に、まあえー、制約率が少し下がったように見えておりますが、まあ、比較的、えー、高水準を維持できているのかなというふうに思っています、はい。続いて、ソリューション事業です。えー、FC 部門に関しましては、えー、前年対比4店舗増えて200店舗ということで、当初予想には残念ながら届きませんでした。 えーまあ、店舗数の増加は比較的多いんですがやはり退店もあるということもありまして、えー、CM 効果で,です、ね、ある程度の集客効果、送客効果というのは出たのかなというふうには認識してるんですけども、えー、結果としてはまあこのような結果になりました。 AS 部門ですね。こちらは、あの、AS シリーズのユーザー ID 数、比較的向上に増えております。11,921ID と、ま、県庁に推移したと思ってますし、また最近は地方銀行様からのやはり、あの、制約がかなり増加してま、おります。現在地方銀行様30校から今36校ということになっておりますし、比較的検討を進んでいる銀行も多くあると認識しております。 はい、えーつ。こちらが AS シリーズの ID 数の推移ということになります。代理店向け、代理店銀行向けの ID 数に関しましては、5987。また、生命保険会社向け ID 数に関しましても、大きく伸びまして、5934というふうになりました、はい。AS 部門の収益構造についてご説明させていただきます。 一般的に言うサブスクリプションである月額利用料の売上に関しましては6億3 7七百万と、こちらが大きく占めております。また、保険のコンサルティングに関するアドバイス業務、いわゆる教育等も含めた売上の方が1億8 5五百万。また、金融機関向けの OCR、こちらこの AS 部門が担当しておりますが、こちらは非常に伸びて2億4 5五百万というふうになっております。 えー、FC の店舗数でございます、えー、200店舗ということで、えー、全国のまあ分布図を見ていくと、やはり関東に非常にまあ集中しているというような状況になっております。はいえー、こちらもまあ前年と変わっておりません、あのーまあ、異業種の、えー、かなり参加やお問い合わせが相変わらずまあ多いというような状況が言えるかと思っております。 はいえー、そういう中でフランチャイズの収益、FC 部門の収益モデルでございますけれども、やはりこちらもサブスクリプションの部分が3億5100万。まあ、こちらにはまあ初期登録料などもまあ含まれております。また、えー、保険販売におけるロイヤリティの売上である。またあの、お客様を送客することで共同募集が実施されます。この共同募集に伴うですね、保険販売手数料の売上というものがまあ2億7200万ございます。 その他、サービスに伴う売り上げも5,900万というような状況になっております。はい、システム事業でございますが、こちら、大幅に伸びております。10億とびとび300万ということで、対前期比で46.2%の増加ということになっております。観光庁の関連サービスの OEM の提供、また大手保険会社、 えー、さらに、まあえー、そこにかかるです、ね、スマート OCR 関連のまあ新規の売り上げ、こちらがまあ大幅にまあ増加したということが言えると思います。まあ、さらにあの、現在、クラウドサービスである電子帳簿保存法におけるです、ね、クラウドサービスである電報ですね、えー、こちらの方もですも、ね、今、比較的順調に販売が進んでおります。 はい、AIOCR につきましては皆さんよくご存知だと思いますのでこちらの説明は割愛をさせていただきたいと思います。はいえーまあ、最近ではクラウドサービスの種類もかなり増えてきておりますので、まあ、ダウンロードしてご利用いただけるようなケースが増えてきているのかなというふうに認識しています。 はい。スマート OCR 事業の収益構造でございますが、まあ、一般的にこの3パターンございまして、先ほどのクラウドサービスからまあ発生するですね、まあ、サブスクリプション、月額、定額の利用料でまあご利用いただけるサービス。また、あの、重量課金、まあ、リカーリングとよく言われている部分ですけれども、まあ、当社の例でいくと、まあ、水ほ銀行さんが、まあ、この、この種類に当たるのかなと思います。いわゆるエンドユーザーが利用すればするだけ、まあ、課金が、重量課金が増えてくると。 いうようよななイメージのものもになりますまた個別開発ですねこちら OEM 提供ということになります一般的に観光庁などはみんなこのスタイルになるかと思いますがいわゆる開発費用その後の月額の利用料などもいただけるというようなこのような収益構造で成り立っております。 はい。えー、さらにですね、え今、生命保険給付金支払いのプラットフォーム、新たな、えー、システムを提供しておりまして、まあ、生命保険エコシステムと我々呼んでます。いわゆる、えー、保険会社に簡単にですね、保険金請求ができるような仕組みを提供しているというような状況です。現在、あの、えー、保険会社、これ、今3社ということになってますが、えー、今年度入って4社目が、えー、増えてきております。あ参加してきており,、まあ、おります。 はい。続きまして、2024年6月期、えー、予想についてご説明させていただきます。はい。えー、今期、えー、今期につきましてですけれども、売上高としては75億2400万、対前期比としてはプラス25.3%予定しております、えー。特に保険販売事業ですね。えー、はい。こちらの方で、えー マンド A 等も実施の発表させていただいておりますけれども、まあ、こちらも加味されて42億7700万、対前期比で35.5%増加するだろうというふうに考えております。直営部門ですね、あの、 CM 効果等もあり、かなり今認知度が上がってきております。まあそれに伴うですね、ウェブからの送客等も増えてきている。まあそういう現状からですね、今年度は対前期比で17.2%増加し、30億とびとび100万円を予定しております。 また、法人部門、RM 部門に関しましては、やはり前期、ちょっと高額の契約もあったということもありまして、今期の計画値としては4億7600万、対前期比で19.9%減少することを予想しております。まあ、M&A の方での <laughs> 追加の、いわゆる売上増増収の部分でございますが、こちらは約8億円を予定しております。 ソリューション事業ですがこちら AS 部門においては11億8400万の9.6%の増加 FC 部門に関しましては7億8300万の2.4%の増加を見込んでいますその結果ソリューション事業としては19億6700万6.6%の増加ということを予想しております システム事業でございますけれども、こちらは12億8000万、27.6%の増加と、こちらも今期も比較的順調に推移するであろうということを想定しております。はい。市販期ごとの予想でございますが、やはりあの第1試案期第2試案期に関してはコストをちょっと先行するというようなことをイメージしておりまして、まあ、第3試案期第4試案期に え、売上が伸びて、え、黒字化していくというふうに考えております。最終的な売上75億2400万、営業利益で3億7200万を予想しています。はい。続いて3カ年計画でございますが、え、こ、今年度は、まあ、え、2年目ということになります。 先ほどから数字の方については、こちら、記載の通りということになりますし、2025年6月期に関しても、こちらの記載の数値ということを予想しております。 参加年計画のちょっと歳についてご説明させていただきます。2023年6月期、まあ、1年目ということもございましたが、残念ながら目標には届いておりません。えーまあ、あの若干ちょっと売り上げについても届かなかったというふうに考えています。実際結果と出てます 一方で2024年ですねこちらはあの店舗の増加また M&A また集客数の増加なども見込んでおりまして目標値を高めに設定させていただきましたまた一方で広告費に関しましてはえ今後まあ大規模なプロモーションというよりも効率的に効果的に広告を打っていきたいというふうに考えておりますので若干ですねえ販売 はは増加する予想にはなっておりま,すまた M&A においてですね売上高の増加さらにまあ販売管理費の増加も見込んでおります、えー、店舗の生産性を高めるためにですね人員の確保に今かなり注力しております、えー、かなりまああの今人,人材投資というところに関しても資金を投入しているというような状況でございます はい、3カ年計画の中における施策でございますけれども、従来通りでございまして、保険ショップの新しいスタイルということで、現在、オンライン保険相談室並びにです、ね、コールセンター事業の方もかなり活性化しておりまして、こちらでのです、ね、流入というのも非常に増えてきているのかなというふうに想定しております。 また認知度向上に関しましても、えーまあ、昨年度の CM 効果等もありまして現在まあ15%弱というところで、えーまあ、従来1桁だった9%ぐらいだったらまあ認知度が今15%弱まで上がってきていると、まあ、これが結果最終的には集客数の向上につながるのではないかというふうに考えています、はいえー、オンラインの保険相談もです、ねあのー、比較的順調にまあ推移しているということも言えるかと思いますし AS システムの大型導入先の開拓ということで、まあ、主にやはり保険会社中心にです、ね、かなり AS システムの導入も進んだかなというふうに考えています。また、スマート OCR、こちらインフォディオの方もですも、ね、かなり今、えー、営業体制の強化ということを今、図っておりまして、まあ、こちらにも人材の投資ということも今、行っているところでございます。 はい。えー、保険ショップの、ま、新しいスタイルということで、やはりあの、まあ、当社の場合、このシステムの、いわゆるこのデジタル化っていうところにおいては、あの、このシステムの連携ということが非常に、ま、大きなミソになっています。えー、現在、ま、連携は完了してるんですけども、やはり、えー、えもっと効率的、にもっと効果的にというところで、今、かなり、えー、えいろんな、いろいろな形で追求していっているというような状況でございます。えー、最近は、あの、い、入り口のマーケティングのところにおいては、インフルエンサー、 の利用が非常に増えておりまして、インフルエンサーの皆様方がかなり保険クリニックについて語っていただくと、そういうところからのです、ね、お客様の流入も増えてきているのかなというふうに認識しております。はいえー、成長イメージは従来と変わっておりません、えー、店舗の出店に関しましては、比較的これからもまた改めて積極的に運営し展開していきたいなというふうにも考えておりますし、 生命保険保市場ですね、これは非常に大きなマーケットになっております。まあ、このマーケットにですね当社のプラットフォーム戦略、これをしっかり立て込んでいきたいなというふうに思っております。またスマートオシャルですね、えー、特に観光庁や金融機関中心に、まあ、かなり拡大の方向で進めております。えー、まだまだですねあのデジタル化の波というのは止まらないというふうに認識しておりますので、こちらで、えー、さらなる飛躍を行っていきたいなというふうに考えております。 はい、最後になりますけど、企業テーマといたしましては、えー、人と保険の未来をつなぐフィンテックイノベーションということで、これからもやはりこうシステムデジタル化などをしっかりと進めていきながらです、ね、また保険クリニックの認知度を高めていき、えー、より多くのお客様にご対応できるような体制作りということをしっかりと行っていきたいと思います。まあ、引き続き、アイリックコーポレーション、ご指導、ご面ンのほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました えー、ありがとうございます、えー。いくつかご質問頂戴しておりますので、えー、私のでご回答させていただきたいと思います。えー、まず一つですね、えっ、ー、と、M&A についてということで、あのー、ま、今年度8月14日に発表させていただきました。えー、はい、今後も継続していくのかということと、まあ、今後の資金面についてはどうなのかということでご質問を頂戴しております。はい、えー あの今回の M&A に関しましてはまあ売り上げで約11億円ぐらいの規模の会社保険代理店でございます。今回あの地盤のメインが新潟県というところにございましてえ店舗に関してはほとんどまあ我々マーケットがかぶらないということもまあメリットとして考えましたしまたこの,えこの会社につきましてはですね 店舗販売ならびに訪問型の販売スタイルもかなり大きく持っています。まあ、そういう意味で言いますと、まあ、このコロナで,です、ね、あの店舗は割と大打撃を受けたケースはあったんですが、比較的まあその間、訪問型の代理店はしっかりとした営業展開ができてたのかなというふうに思います。まあ、そういう意味ではです、ね、当社のまあない部分であったりとか、また市場のかぶらない部分ということで、まあ、今回のマウンドエに踏み切ったと。 いうふうに、えー、いうふう、いう状況でございます。また、あの、M&A においてですね、当社よりまあ規模が小さいということもあるので、あの、例えば、いろいろインセンティブであるとか、手数料基準というのも、当社水準に引き上げることができるというような効果も期待しております。はい。えーまあ、今後、M、M&A はどうするのかということで、やはり、あの、いろいろな角度で検討した上で、えー、必要に応じて、えー、我々としては、最適な 案件があればですね、実施していくというふうに考えておりますし、現在、当社も無借金の経営を引き続き行っておりますので、まあ、銀行団含めてですね、今後の M&A については、いろいろ相談していきながら進めていきたいなというふうに考えております。はい、2つ目の質問として、スマート OCR はかなり有望であると思いますが、ということで、現在の引き合いをと。 ということですが、えっと、現在です、ねえー、約月に500件ぐらいのお問い合わせを頂戴しております。で、えーまあ、一方で,です、ね、あの大型の案件を獲得するための営業力、こちらがなかなか、えー、弱かった部分をです、ね、まずは人,員人材の投資というところから、えー、今、新たな人が、まあ、参加してきていると。 いいう,うに思いますまたあの、大型の案件入札等に関しても、かなり積極的にこう参加させていただいておりますし、えー、大手の,あの企業様ともですね連携をかなり深めていってるということもあり、かなり、まあ、将来的には、まあ、大きなマーケットになってきてるなというふうに感じております。ただあの、大型の案件は非常にやはり時間、開発にも時間がかかったりとかですね、えー、最終的なこうサブスクリプション収益にあ なるまではちょっと時間がかかるということも言えるかなというふうには思っておりますが、引き続き、順調に推移しているのではないかなというふうに考えています。はい、それ以外のご、また別のご質問としてですね、保険販売部門の収益が減少しているのではないかと、トップラインが伸びているので、コスト面の問題があるのではないかというふうにご指摘をいただいております。 はいえーまあ、余剰人員があればそちらの配置転換等ということで、まあ、あのいろいろアドバイスも頂戴しております、まあ、特にあの保険販売部門を元の収益水準に戻すということこれは非常に大事なことではないかということですがまさ,まさしくその通りだと思っておりますただ、まあ、あの今期に関しましてはです、ね、やはりあの前期と明らかに比較して変わったのが広告費の増加でございましてやはり3.3億円前期より大きく 使っているという中で、あのー、まあ、C.M. を打った時にはですね、実はホームページのクリック数っていうのはほぼ倍ぐらいになりまして、えー、まあ、かなりまああのー、効果はあったかなというふうに思うんですが、ただそれがイコールコンバージョンとして予約に繋がったかっていうと、これはやっぱりあの若干すぐにはですね、そういう効果にならなかったかなというふうに認識しています。ただ一方でですね、明らかに保険クリニックの認知度が上がってきてるという。 ことは、まあ、保険の見直しをしようと思う方、保険ショップ行こうと思う方の選択肢としては保険クリニックかなり増えるんじゃないかというふうに想定もしておりますので、やはりあの今後もですね、あの引き続きショップの優秀な人材の確保とかですね、こっちもしっかりとしていきながら運営していきたいなというふうに思っております。はい。えー えっとまあ、それ以外にです、ね、店舗の生産性の定義などについてもご指摘を頂戴しております。えーそのまあ、デジタル化等を行うにあたってです、ね、あの結果としてそのコストが今上がっている状況というのをまあご指摘頂戴しております。えー、まあ当社もあの、まあ、例えば携帯ショップにおいてはです、ねえー、店頭スタッフからセンターへの接客引き継ぎ等に当たり前にまあ行われるようになって まあ、店舗スタッフは収益を生むために集中するというような活動に従事し,しているということで、えー、逆にあのアイリックとしてはどういう手を考えているのかということのご質,ご質問でございます。で現在ですねあの正直なお話をすると店舗,の充足店舗の人員の充足数は実はちょっと足りてないという,こう現状がございます。特にあの保険契約は形のない商品、まあ、いわゆる金融商品でございますので。 契約業務が実は非常に煩雑であります。まあそういう中で、まあ当社は、あのシステムに関してはですね、やはりあのかなり先行しているとは自負はしておりますが、えー、来店のシステムであったりとか、また保険 IQ システムですね、比較システム、またあの顧客管理システム、まあこちらの CRM の連携っていうのはえ完了しておりまして、まあさらにそのシステムの、えー、内容をかなりまあこう高めていくことでですね、え、スタッフの事務負担、 こちらをかななり軽減でできるようなデジタル化も一方で進めてます、はい、あのまた営業面においてもですねコールセンターや、まあ、あのこちらのコールセンターを設置してですね既契約の皆さんのアフターフォローであったりとかまたあの再来店コールなんかも、えー、一括集中で行うことで非常に今効率的に回りだしたということが言えるかと思いますんでやはりまあこうデジタル化も含めてですね あの今後、えー、こちらの改善をしていきたいなというふうに考えています。はい。えー、で、マスク広告のについてということで、まあ、実際どうだったのということは、まあ、先ほどちょっとすみません、えー、ご説明させていただいたとおりでございます。えー、最後にですね、もう一点、貸し、えー、っと、貸し倒れと、 減損の損失についてということで、ま、5月15日リリースの件については、もう少し説明してほしいというご要望をご指摘をいただいております。ま、今後の意思決定のプロセスとか、判断内容については、なんか今後活かす点があるかというようなご質問を頂戴しております。 はい。えーまあ、今回の件に関しましてはですね、もともと実はインフォディオの、えー、取引先でございまして、えーまあ、あのかなり、まあ、技術的にはあの自動仕分けシステムというシステムを持たれている会社さんでございました。えー、こちらと、まあ、インフォディオの AI OCR をつなぐことでですね、非常に多くの企業に対してです、ね、自動仕分けのシステムが導入できるということを、まあ、あのことで、まあ、事業を拡大すると。まあ、そういう中で、まあ、インフォディオとの、まあ え、共同作業という、共同事業ということの位置づけもございました。まあそういう中で、まあ、アイリックからの出資要請というのもございまして、外部の会社さんに対、依頼してですね、デューデリーの方もしっかりと実施しております。まあ、あの、一定の期間をかけたデューデリーでもあり、取引自体も1年以上あったということもありまして、 え、進めた案件ではございましたが、まあ先方のですね、えー、営業計画がちょっと大幅にずれ込んだということもございまして、えー、インフォディオの開発に携わった費用こちらがえ遅延いたしました。まあその結果ですね、えー、監査法人、まあ何度もですね、督促等も行ってはいたんですが、えー、監査法人の方から、えー、これは貸し倒れ引き当ての計上を行いというご指摘がいただいて、 えー、ありまして、まあ、それに伴ってですね、アイリックの出資分、こちらの方もですね、えー、減損処理をしなさいということの指摘がございました。はいあのー、ただ現状もですね、改修に向けては、あの引き続きあの行っておりますし、えー、努力を続けている状況でございます。まあ、今後については、まあ、今回の反省も踏まえてですね、まあ、出資に関しては、まあ、さらにより厳重なデューデリーの必要性であったりとか、また、あのー 取引先が急激にちょっと増えているということもあってです、ね、インフォデュにおけるです、ね、その取引先の財務調査なども今後、徹底していきたいなというふうに考えております。はいえー、以上あの、ご質問に対してのご回答とさせていただきます。えー、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。今後も引き続き、アイリック・コーポレーションのこと、をよろしくお願い申し上げます。